はい、こんにちは。今日なんですけれども、あの大人気プロテインバーの新しい味が出たので、レビューしていきたいと思います。うん、うめえ。めちゃくちゃ美味しい、これ。ありがとう、アメリカ。はい、ということでね、まあ、審査 BSN のプロテインに出会ってからもう結構な月日が経つんですけれども、まあ結構ね、もう皆さんプロテインクリスプ最近食べているんじゃないでしょうか。やっぱり塩タフィプレッツェルは定番で美味しいということで、俺が食べてきた中でもやっぱりね、まあトップには入ってくる、プロテインバーなんですけれども、今日はですね、そのシリーズが新しい味が出たということで、でアイハーブでね、ずーっと待ってたのよ。で、出ては品切れ、出ては品切れで、マジ超勘弁してよーって思ってたんですけども、もうついに D さん痺れを切らしてしまって、Amazon で購入いたしました。はい。で、しかも、Amazon でその箱じゃなくて、食べ比べセットみたいな感じで、購入いたしました。なので今日はそれをね、レビューしていきたいと思います。何やらね、もう2、3種類ぐらい新しい味が出ていたので、せっかくなので食べていきたいと思います。で、これなんですけれども、まあ、食べ比べセットで Amazon で販売しました。まあ、概要欄にリンク貼っとくので、まあ、こういう箱買いはきついから食べ比べセットがいいわ、みたいな人は、チェックしてみるといいと思います。まあ、前のコオロギのプロテインバーの時に、ちょっと間違えて開けちゃったんですけれども、開けるとですね、こういう感じで入っておりました。これ全部新しい味です。こちらがですね、キャンディーカーン、オリバーカーン、ミントミントチョコレート、まあ、これチョコミントですね。あと最後はこのストロベリークランチというような感じになっております。はい。うん、ストロベリークランチとかすごく美味しそう。ミントミントチョコレートに関してはまたコールドスタウンとコラボしていたので、まあ、前のプロテインは美味しかったので、まあ、どうなのかなという感じです。はい、ということなので、まあ、こちらの3つを食べ比べていきたいと思います。せーの、パッ。ということで、まあ、今回の、枕はこんな感じになってます。どの味もまずカロリーは230キロカロリーです。あんまり大差ないですね。この、ミントミントチョコレートだけトータルファットがちょっと高めですね。まあ高めって言っても 1g だけ高めです。で、タンパク質は全部 20g というような感じになっているので、まあマクロはそんなに偏りがないです。ほぼほぼ同じ。前コオロギバーやった時はそのカロリーとか脂質とか、あの炭水化物がちょっと離れてたので、味によって、まあ、こういう風な感じで、カロリーは全部一緒ですみたいな、で、ほぼほぼトータルファットもトータルカーボンも一緒ですみたいな感じはいいよね。うん。じゃあね、行きましょう。食べていきたいと思います。じゃあまずは、キャンディーカーン。キャンディーカーンだったらわかんないけども、行きたいと思います。で、ここにね、リミテッドエディションって書いてるのよ。リミテッド。はい。でも開けると、こういうような感じになってまして、普通のまあプロテインクリスプのね、感じなんですけれども、チョコレートがかかっているところの間、白い、粒々みたいなのが入っております。果たして、味はいかに？あのね、シリーズ的には、プロテインクリスプ、まずくないのよ。どれも食べても大体美味しいから、まあ、どうなんだろうということで、じゃあ、行きたいと思います。実食！今ね、花粉症で鼻がさ、伸ばすとさ、切れて痛いのよね。はい、いただきます。まず香りはね、これ、ややスースーしております。ややスースーした、あのメントールの香りがほんの少ししてますね。はい、じゃあいきます。ん？これチョコミントじゃないよね。発火かな？新しい味が出たっていうので、前情報なしで食べてるんですよ。発火っぽい。これもスースーしています。うん。俺は苦手だわ、これ。食感はいつものプロテインクリスプです。うっすらチョコレートの味も入ってくるんですけれども、スースーする発火の味が入ってきますね。だから発火が好きな人はいいと思う。めちゃめちゃスースーするし、発火の感じめっちゃ入ってくるから、鼻にスースーの感じが抜けますね。うん。なんかちょっと苦手。スースー系？そのチョコミントのスースー系が好きな人とかは、結構好きだと思うんですけれども、僕はね、メントールを食べ物に僕は求めてないから、いつもだからすごく苦手。なんかね、これはリピートは間違いなくしないですね。うん、
なるほどね。はい、次こちらゾン、ストロベリークランチ行きたいと思います。はい、ストロベリークランチは結構期待してますよ僕は。あ、こんな感じですね、開けると。うわ、ストロベリーの香りすごくします。でホワイトチョコがかかってるような感じです。はい、でまあストロベリーなのかな、ちょっとその赤いベリー系のポツポツがございます。はい、じゃあ行こう。実食、あ痛い痛い、花粉。はい、ということでいただきます。あー、香りは僕が想像してたのはストロベリーチョコ系の香りを想像してたんですけれども、どっちかというとストロベリージャムみたいな香りがしますね。はい、ではいきます。味はですね、美味しいです。ストロベリーの味はそこまで強く入ってきません。風味で入ってくる感じですね。あ、けど食べ進めていくと後味はそれちょっと甘酸っぱいような感じがします。うん、あ、これはね、美味しい。うん、こういうなんかベリー系のフルーティーなものを使用しているからか、そこまでその甘ったるさは感じないですね。やっぱりプロテインバー、プロテインクリスプ食べ進めていくと、シンさんは塩タフィーとかでもちょっとね、その甘い感じが出てくるんですけれども、塩タフィーに比べても甘ったるさは少ないかなと僕は思います。ストックで買っておきたいなと思えるような味ではあります。はい、美味しいです。うん、痩せないよ。はい、次行きましょう。はい、出ました、ミントミントチョコレートでございますね。はい、こちら審査のコールドストーンとコラボしたミントミントチョコレートのまあプロテインでございます。まあこれがこれになりましたみたいな、こっから出ましたみたいな感じですね。はい、でこれはね、その別のチョコミントのプロテインとレビューした時に味は美味しかったんですよ。チョコミントが好きな人は、試す価値ありと思ったんですけれども、バーでしょ、どうだろうね。これなんか普通のドノーマルのプロテインクリスプですね。見た目は普通にチョコレートがかかってるような感じです。はい、ちょっといくよ。実写いただきます。うわー、ミントだわ。やっぱりなんか最初に食べた方もスースー系だから同じ感じなんじゃねえかなと思ったのよ正直。違う、こっちはミントだわ。あ、こっちはやっぱりハッカっぽい。その香りの区別はちゃんとされてますね。スースー系でも違うんやな、違うんやなって、違うんやなって。はい、いただきます。なるほど。俺ね、毎回言ってるけど、チョコミントはもう31しか食べたくないんですよ。もう飲むもんじゃねえし、食感を感じるものじゃねえと俺は思ってるのね。前のプロバーの時もそうだったんだけど、これもチョコミントなんですけれども、チョコミント感はそこまで濃くない。風味で後からチョコミントのそのメントールの感じがきますけれども、強くないので食べやすいです。審査はとか BSN は何、チョコミント作るのうまいね。うん、チョコミントテイストで入れるのうまいわ。これも美味しかったし、こっちも美味しかった。これは食べやすいです。うん、みんなどれぐらいチョコミントが好きなのかわからないけど、チョコミントが好きな人これチェックする価値あると思います。美味しいよ。で、すげえスースーするかって言ったらそんなにスースーしない。スー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 っていうよりはスー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 はこっちの方がむしろそのスー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 って感じ。こっちの方はなんか爽やかな感じみたいな。チョコミント好きは、これは買って外れはないと思います。はいはい、ということで、今日は、BSN、まあ、大人気シリーズのプロテインクリスプの、新しい味3種類を試しました。はい、俺はどれをリピートするかっていうと、やっぱりストロベリーです。チョコミントも良かったんですけれども、俺チョコミント別にそんな好きじゃないので、チョコミントが好きな人は買って食べる価値はあると思う。それぐらい、俺はクオリティ良かったなと思います。ハッカもね、ハッカなのよ。
発火なのか分かんないけど、すごくね、メントールの感じが来るのよ、発火感。来るので、それが好きっていう人はいいと思うんですけれども、ただ、プロテインバーで、スースー、いる？まあ、そこが、まあ、どう思うかだと思いますので、まあ、気になる方は、こういう食べ比べセットとかも、Amazon とかでは出てるので、1ダース買って、外した時っていうのはちょっとね、商品に困るから、まあ、こういう食べ比べセット、ぜひぜひ試してみるといいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい。それでは。